本当の日本の実体経済が95年はこの数字だったってことなんですなぜこんなに日本はすごかったのか皆さんの人生誰かにコントロールされるんじゃなくて自分で意欲的にやっぱり生きて持って捉えた瞬間にあなたは奴隷じゃなくなりますこれ中国の周辺国でこれからいろんな火花が起きますけどもこれってみんな日本のの石油とか資源の輸入ルートなんですよ実は戦争するときにすごく重要な情報ですよね これだけっていいす。あらゆる選挙で、三人の中国が一番かかるな一億なきゃできません。意識改革は私たちがやらなきゃだめなんですよ。政治家が意識改革をやったら、洗脳だと言われるじゃないですか。 CJS オガンの皆様、こんにちは、神谷宗平です。本日もニュースでわかる性格をお送りしていきたいと思います。講師は茂木誠さんです。よろしくお願いします。はい。お願いします。お願いします。前回からですね、アジアのマフィアというような話を。中国中国中国の DS みたいな話。中国の DS? はい。中国の DS ということで、はい。えっと、本番とチン番の話を。はい。 この間聞いたんですけども、そのチンバの人たちが上海に流れてきたと。そこで設けてた、アヘンで設けてた石膏財閥ね、中心宗家の方々のところで雇われて、共産主義者と戦ってたと。要人棒ですね。というところまでお話を聞いたんですけど今日はちょっとその続きを。今日はちょっともう一回、アヘン宗様に戻ってですね、はいえと その上海にやってきた外国商人の正体についてお話をしようと思います。はいはい、で写真を用意したんでまこの3人なんですけれども、はいはい、まずですね、うん、一番左のこのターバーまでいたおっさんですね,、はい、ねこれは何者かっていうとですねあのなんかアラブ人に見えますけれども、はい、これユダヤ人です。うんはい えーとデイビッド・サッスーンというところですね。で,すはい、で、あのイラクのバグダッドに行った商人です。はいはい。で、当時イラクはオスマン帝国まあトルコの一部だったんですよね。はい。で、えー、最初はそのシルクロードの貿易をやっていたようですこのサッスーン家っていうのは、はい、うんあの。 前にそのヨーロッパのユダヤ人の話をしましたけども、はい、実はイスラム世界にいっぱいいるんですよ。はい、でこれはあのアジア系ユダヤ人とかオリエンタルユダヤ人ですけども見た目アラブ人の格好してるんだけども実はユダヤ人なんですよね。はいはい、でやっぱりそのイスラム世界においては、えー、とイスラム教徒じゃないってことは非常にこう。 迫害でもないと、まあ信頼は仲間づくりはできないですよね。迫害され二級市民的なな扱いなんですねヨーロッパほどひどくないけどもたびたびですね叩かれちゃうんで,、はい、でこの殺すのはちょっと居づらくなっちゃって、はい、でインドに亡命しましま、はいうん、インドっていうのはもう何でもありなんで, <laughs> <laughs> あのでインドのボンベイ今のムンバイに逃れていって、はい、でそこであの目をつけたのがアヘンなんですよね。うん で当時、えー、とインドはイギリス東インド会社が収めていて、はい、で秦、えー、国からお茶を買ってました、はいうん、で、えー、お茶買うだけだと赤字になっちゃうから代わりに何か売りたいので、はい、あ、うん、じゃあアヘン売っちゃえってことで、はい、まあヘロインですよね。うん、はい で、そこでこのサッスーンが、あ、これは売れるっていうことで、その、東インド会社から、まあ、その、アヘン売買を受け負ったんですよね。はい、要するに。うん、はい。で、これで、まあ、莫大な利益を得て、はい。まあ、サッスーン財閥っていうのを作ったわけです。はい。はい。で、この人のですね、あの、息子さんはですね、まあ、おそらくイギリス政府にいろいろ、あの、資金を提供したんでしょう。はい。うん。それで、あの、イギリスのですね、 男爵になっちゃった、はい。名前も変えてですね。<laughs> はい、あの、アブドルラーって名前だったのがアルバートに変えてですね。な、はい。ででなんかいつの間にかこのサッスン家っていうのはイギリス貴族になってたという凄ましい話。ああ、なるほど。ですね。うん、金で変えちゃうんですね。うん、はい。で、えっ、ー、と、ロスチャイルドとは違うんです。うん、あの、ロスチャイルドっていうのはずっとヨーロッパにいたユダ人ですから。はいはい、うん。違うんですけども、まあ同じユダヤ系で、まあ同じことこでやってますから、うん、えっと、接近していって、で、この人のね、えっ、ー、とね、 孫娘あえっと、お孫さんがロシア人の娘と結婚するんですよ。血縁もつながるんですよ。そういうことですね。はい、これが、えー、アヘン商人の一人目、サスソン商会ですね、うんはい。で、真ん中のですね、えーと、この人はウィリアム・ジャーディンと、はいう人で、彼はイギリスの北のです、ね、スコットランドの出身で、で最初ねあの、お医者さんになったんですよ。外科の それで東インド会社がですね船に住み込みの医者が欲しいということでで応募して採用されましたそれでインドに行くようになったんですよで僕も知らなかったですけども当時東インド会社はですね社員に対してですねアルバイトやっていいと会社からもらう給料のほかに自分で商品を向こうに持ってって売買してんか決まりがあってね 単数二つ分の商品はやっていいっていうのがあるんですよ。<ー>だから彼は、あの、外科の仕事しながらですね、うん、そういう内職を始めて、うん、あ、こいつらが儲かるじゃんってなって、で、この男がですね、結局、あヘん売買に手を出すんですよ。うんうん、うん。それで、えっ、ー、と、あ、もうやっていけるわってことで、で、起業してですね、はい、で、同じスコットランド人のマサソンってやつとチーム組んで、はいうん、で、ジャーディン・マサソン商会っていうのを、はいえー 作るんですね。出てきましたね。ジャンこれはね、あの、世界史のオケーに載ってますね。ってますね。はい。で、ちょうど東インド会社が、あの、ま、本国政府とこなっちゃって、で、ま、あの、商業活動が止まっちゃうんですよ。その後釜に、このジャーディーマッソンが入っていって、やってることは一緒。アヘン。茶を買って、アヘンを売るっていうことをやってたんですね。うん。 でその有り余る資金をあのイギリスの国会議員さんにね、はい、献金しまくってですね、はい、でまあだんだん低ィになっていくんですよ、うんええ、それでえっ、ー、とまあ前回あ前回かあれ林総長の話でしょ今回でしたっけいや前回前回はい前回あの神谷さんが林総長っていう名前を出して、はい、あの新国の役人で、うん、でアヘン売買の取り締まりをした人ですよねはい、はいはい それに対してこのジャーディンがですね、はいえー、時のイギリス外相パーマストに書簡を送る書簡というかレポートを送って、はい、もうねあのチャイナと話し合っても無駄だから、うん、やっちまいましょうと軍艦何隻で大砲いくつ持っていて、はい、こことこことここの拠点を抑えれば絶対勝てるからって、はい、こいつがですね、うん プラン作って、これジャーディンペーパーって言って、それをパンマストンが採用したっていう。だから、実はアヘン戦争のプランを作ったのはこいつ。縦役者だったんですね。とんでもないですよ、こいつ。で、見事成功するんですよ。はい。それで、ますますアヘンが売れてですね、だから、あの時、もしイギリスが負けてたら、アヘン貿易が止まっちゃったんだけど、も帰っちゃったんで、もうフリーパスになったんですよ、ね緒に。 同じような商売やってたサッスーンとくっついてアヘンで儲けた金をどうやってロンドンに送るかということで銀行を作ったんですよ。これが香港・上海銀行今でもありますよね。あります。を作ったのがこのジャーディンとサッスーンということですね。それからですね、日本に来るんですよ。このジャーディン・マッソン紹介が。このね ジャーディー・マスン商会の社員のね、トーマス・グラバーって人がいるんですよ。はい。これがですね、えっと、長崎に来るんですね、まず幕末に。有名ですね、今でもグラバー園とかありますからグラバー園ありますよね。はい。あの人は社員なんですよ。そうそう。ジャーディー・マスン。そうです。はい。だから、グラバー商会っていうのは、なんか、あの、独立してるように見えて、あれはジャーディー・マスンの子会社みたいなもので、代理店ですよね。はい、代理店です。 それで、えっ、ー、と、日本はアヘンが売れないので、はい、何やったか武器ですね、うんで。ちょうど幕末維新の頃に、あの、薩長側も、幕府側も、もう能から手が出るほど武器が欲しいわけじゃないですか。はい、で、そこに、このグラバーが、まあ、売って売って、売りまくった。はい。うん。だから、<laughs> なんであの、薩摩長州があんなに鉄砲を持ってたんですかそれはグラバーが売ったんで。はい。<laughs> そ,うね、<laughs> そうです。うん。 だから明治維新のまさに黒幕 DS ですよね、はい、これは、うん、このジャーディー・マッソンっていうのが。しかも買ってきた仕入れ先はアメリカで<う>南北戦争で余ったやつをそ,そ,そのまま日本の戊辰戦争に持ってきてるんですよね。では,いはいはい、でえー、とーでまあ日本を見事開国させまして維新を成功させましたと。 横浜がですね、どんどん発展しますよね。で、ええー、ジャーティマスソンは、今度横浜支店というのを開くんですよ。で、これがあのー、まあ、横浜における最初のそのヨーロッパ式の建築で、かなり目立っていたそう。で、イギリス A イって書いて、A 一番館と言ったそうです。はい、はい、これ横浜に跡地に残ってます。これで行きました。うんはい、はい。で、ですね、あのー、で、その支配人。 となったのがですねあの、ジャーディン、ジャーディンのですね、えー、っと、おいっ子さんです。はい、おいっ子さんのケス行くックって人で、はい、はい。で、えー、その後、このジャーディン・マスソン横浜支店の支店長に抜擢されたのがですね、吉田健三という男です。はい。福井県民ですね。はい、はい <laughs> はい。詳しいですね。はい。で、この吉田健三さんがですね、あの、養子を取るんですね。お子さんがいなかったんで、はいはい、これが、 吉田茂ととそううですねいうことなので、はい、なぜ吉田茂がイギリスやアメリカと常によよ良好な関係を保っていて、はい、で日本が負けた負ける前からもう和平工作やっていて、うん、で負けたらマッカーサーの下で首相になれたのはなぜかと考えると、うん、まあこういうもともとつながりがあったとはいいうことですよ。なんで吉田家の、はい、まあ黒幕がジャーディ・マッソンと、うん、そういうことですね。 はい、で吉田賢三っていうのは僕福井県民の努知してるんですけど18歳かなんかの時にイギリスに密航して2年ぐらいで帰ってきてるんですよ。うん、あ,あ,、はい、あ言い忘れた、はい、あの伊藤博文も井上薫もですね、はい、そのジャーディー・マスクソン横浜店から出航してます。はい、そうです最近なんか映画になって「長州ファイブ」なんて、はい、かなりあの美化してますけれどもあの人たち あ2、3年前までは尊王攘夷とか言って、ですね、あのー、イギリス公式館の野球室とかやってるんですよ。テロリストですね、<laughs> テロリストを、ねはい、ジャーディ・メッソンが飼いならして、はい、これ金あるからちょっとロンドン行ってこいやっつって、はい、全部、旅費もそ<う>し出して、船も用意して、すたいね、今の金額にはた1人当たり1億円分ぐらいの費用かかったっていうのも載ってますからね。 長州で帰ってきたらみんなですね造幣局長とか大蔵大臣とか金融系の仕事にバーッとつくで伊藤博文は総理大臣。で伊藤はちょうど帰ってきた時に長州にほら連合艦隊が攻めてきて下関に和平交渉の通訳なんかやっちゃってですね高杉さんの代わりに。ということなんでまあこれ例えて言うと。 あのー、今のそのイスラムテロリストの若者をですね、あのー、全部金出すから、うん、お前ちょっと留学しろとか言ってですね。<laughs> で、すっかりそのシンビア派にしちゃったみたいなすごい、はい、すごい話なんですよ、ね、これ。その後ね、まあ有名な伊藤博美の絵薫、うん、まあ日,日,日清戦争がやっていますけど、うん、全部儲けてるのはイギリスですからね。うん、<laughs> 戦うの日本儲けるのはイギリスみたいな。うん、だって軍艦が全部イギリスだから。そう。うん、で、勝った賠償金も全部イングランド銀行行ってますからね。で、そこからまた金が来るみたいなんですね。 すごいですよこの時の歴史の流れは。こういうことは教科書に一切載せないんですね。あそうだ。坂本龍馬も多分そうなんですよね。だから最近ね学校の教科書から坂本龍馬を追放しようというのそれは彼が司馬龍太郎さんが持ち上げたような力は持ってなくてただの駒だったっていうことを言いたいんだろうけれども僕は逆にその。 駒だったことまで説明してればいいと思います。全部。うん。はい。それは龍馬頑張ったで終わらないで、ね、そのバックには。ジャーディーマイソンがありまして、ってそこまでやれば、本当に歴史って面白いと思います。はい。ね。まあ、実は僕ね、歴史セミナーやってるんですけど。全部そういう解説が素晴らしい。はい。ネットで言うのは初めてですけど。はい。うん。 結局そうじゃない。で、僕ら龍馬プロジェクトでやってるんで、お叱りがいっぱい来るんですね。お前そんな知らないのかって言ら、いや知ってますよ、と。うん。知ってますけど、でも龍馬のイメージは、僕らが作った時はそうではなかったので、あの、名前は使ってますけど、別に僕ら龍馬と同じように、ね、その、やろうということではなくて、あの、僕らが龍馬って使ってるのは、その、千中八作っていうもの、まあ、彼じゃないですよ。長岡県議長が作ってるんだけど、あの、そういうものをまとめたシンボリックな人なので、その名前を借りてますっていうことで説明するんですけど、あの、ECSF の プランですよね。簡単はい。そう。ということでですね。はい。今日は、え、アヘン商人二人を紹介しましたけども。残りの一人は次回でいい。もう時間ですかはい。時間に。そうそう。残りの一人は次回いや、今日でもかなりボリュームあったので。あ、そっか。はい。でもこれ、皆さんね、あの、調べたら全部出てきますから、これ陰謀論でも何でもありませんので、要は、あの、相関関係図作っていけばいいんですよね。はい。事件につって。で、誰々が繋がってるとか。 で、今日は、長所の話、五代友達だってですね、グラバーから金出してもらって言ってて、で、映画になってるんですけど、なんかグラバーは、なんか五代友達の人間性に感動したから、私は、ね、彼に投資するんだみたいなことを言ってるけど、いやいや、そんな甘ちゃんじゃねえぞっていう、はい。もう映画はすごくですね、もう、お子ちゃまに描いてるので。まあでも、あの、最初の入り口はそれでいいと思うんですよ。で、興味持ってもらって。そうですね。調べたら、ええ、みたいな。そうですね。はい。 というような形で、はい、えっと今日のところを一体おあのまとめまして、次回続きをやっていきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。Do it yourself ですね。はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。